ヤッホーマミです。今回はスカイジャンボリーについて皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。このスカイジャンボリーは長崎市稲佐山公園野外ステージで行われます。開催日やねんけど、8月の20日と21日の 2days になってます。チケットやねんけど、2days 投資券が 16,900円です。1day 各1日ずつのチケットが、一般が 8,900円。そして学生割っていうのがあって、まあ、学生のみんなは7900円。小学生もチケットがいいねんけど、小学生は4500円。っていう風に、まあ、学生とか小学生は普通の値段より全然安く入れるから、そう、学生のみんなはこの学生割っていうのがこのフェスにはあるので、ぜひね、学割チケットで楽しんできてもらえたらなと思います。これが今、スタンダードなチケットやねんけど、これにプラス料金を払って、再開御礼、手拭い付きチケットっていうものが発売されてます。手拭いが付いてるのが前売りチケットのみになってます。で、手拭い付きの、まあ、一般チケットの 2days が、17,800円、そして 1day の一般が9,800円、学生が8,800円、そして小学生が5,400円、まあ、プラス1000円ぐらいで、なんかその限定の手ぬぐいっていうものがつくチケットがあるんで、なんかそういう記念に何か持って帰りたいっていう人はこういうチケットも利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてアクセスやねんけど、車での来場は一切 NG となってます。これは会場付近に送ってもらうみたいな感じでさ、降ろしてもらってじゃあねっていうこともしないでくださいって書いてありました。結構な渋滞の原因とかになるから、ほんまにそういうことは絶対やめてほしいのと、行き方が会場へのシャトルバスか駅からのタクシー、もうこの二つしかない。で、最寄り駅が長崎駅やねんけど、もうビビるぐらい最寄りじゃなかったのよ。調べてみたら、長崎駅から会場までの距離ってもう絶対に歩かれへんから、行く人はバス、シャトルバスか JTB のスペシャルバスツアーっていうプランもあります。まあ、なんか福岡やったりとか、佐賀とか熊本とか九州の方からは割と出てるかなっていう感じなので、九州に住んでる人はこのスペシャルバスツアーっていうのをちょっと調べてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そしてそれ以外の人が使うことになるであろうシャトルバスやねんけど、シャトルバスが往復1400円になってます。で、当日が2000円になんねんけど、もうほんまに多分歩いたりできひんから、まあ前売りで買っとくのが一番安く会場に行ける方法じゃないかなと思います。片道が1000円やねんけど、まあなんか多分みんなホテルとか取るにしても多分長崎駅とかに取るやん。だからもう往復のやつを買っちゃう方がお得ではあるかなという感じです。あとバイクとか自転車、これも NG になってます。なのでみんなはバスか、まあタクシーか、その辺を使って来場してください。タクシーでも行きとか帰りとかでもまあいいっちゃいいねんけど、なんかその前回同じ場所でなんか違うコンサートをやった時に、そのタクシー待ちの行列がやばかったらしくて、だからできるだけなんかシャトルバス使った方がいいよっていうのがホームページに上がってました。公式が言ってたので、時間に余裕があるんならタクシーでもいいかもしれへんねんけど、まあバス使った方が料金的にも速さ的にも速いんじゃないかなと思うので、私はバスをおすすめします。そして入場に関してやねんけど、まあ、特に何時に来てくださいみたいな感じで振り分けられてる入場時間の振り分けっていうのはありません。なので、まあ、着いたら係員の指示に従って列に並ぶとか、多分並んでどんどん入っていく感じになると思うんだけど、現地着いたら係員の人の言うことをねしっかりと聞いて速やかにね動いてほしいなと思います。このフェスはアルコールの販売が中止となってるみたいです。あと持ち込みとかそういうのも絶対できひんから、みんな気をつけてください。で、持ち込みできるものが、まあ、ペットボトルと、あと紙パックの飲み物だけです。だから瓶とか缶とか、そういうのは持っていけないので注意してください。すごい、このホームページに注意事項が赤文字でもびっしり書いてあるのよ。だからこういうのもすごくみんな一回目通してほしいねんけど、まあ私がすごい簡単にかいつまんで説明すると、会場ではグループディスタンスにしてください。一緒に行った友達とかもうなんか友達同士なんか久しぶりぐらいの合流は OK やねんけど、まあそれ以外の人と周りにいる全然知らん人とはまあ一定の距離を取ってくださいねっていうのと、声出しとか大きい声の会話、そういうのは禁止です。ご飯食べるときは黙食でお願いします。あと同行者以外との会食はお控えくださいっ
って書いてあるから、まあ、現地にいる友達と合流してご飯食べるっていうことは極力しないでくださいっていうことが書いてあります皆さん。だからあんまりな、その大人数でうわー久しぶりーみたいな感じでいっぱい集まってご飯食べるとかっていうことはちょっとやめていただきたいなってことが書いてあるので、その辺はね皆さん注意してください。会場内でのレジャーシート等による過度な場所取りは禁止になってます。レジャーシート同士は1メートルぐらいのこう間隔を空けてくださいっていうのと、まあ、シートサイズは一人で利用される場合は1メートル ×1.5 メートルの大きさが目安になってるみたい。で、会場へのスマホとか携帯電話、カメラの持ち込みは OK やねんけど、アーティストの撮影、ライブ録音とかはもう一切禁止になってます。なんか友達と写真撮影とかっていうのは全然 OK やねんけど、もうとにかくアーティストが映らないようにとか、アーティストの歌ってる声が入らないようにとか、そういうのはね、じゃあみんな気をつけてください。この注意事項に関してはもういろんなフェスで今大問題になってるのでね、みんな本当にアーティストは撮らない、もうこれだけね守っていただけたらなと思います。テント、パラソル、折りたたみ椅子、日傘、これはあの使える場所とかが限られてるので、そういうのはねホームページとかでしっかりチェックしておいてください。まあ、テントとかはそのテント張れる場所があるので、そういうところでちゃんとテントはね張ってください。そして前方エリアやねんけど、このスカイジャンボリーは前方エリアの抽選がありません。一応前方エリアっていうエリアは囲われてます。で、そのエリア内が人数制限されてるから、まあ、その人数が埋まったら、まあ、多分待機してもらって、まあ、誰か出たら誰か入るっていう、こう、押し出し方式になっています。立ち位置をしてって書いてあるから、多分フットポイントみたいなのが置いてあると思うから、まあ、そこの上でとか、そこのエリア内で鑑賞っていう感じになってます。そして終演後は規制退場になってます。終演までしっかり見た人は規制退場に従ってください。多分大混雑になると思うので、その混雑を避けたかったら終演する前、最後のアーティストの途中で抜けるとかして、ちょっと時間をずらすっていうのをしないと、最後の大渋滞、規制退場に多分巻き込まれることになるので、その辺の時間調整はねしっかり自分で把握して、この時間やったらこの辺かなっていうタイミングで抜けないと、最後まで行ったら多分規制退場でなかなか出れないとかっていう感じになるのでお気をつけください。そして会場のマッピングが解禁されました。それがこちら。はい、こんな感じになってます。ステージが1個やから、もうライブ間の移動っていうのはありません。だから多分ずっとそこにいてライブを見るか、ご飯とかなんか写真撮りに抜けるかみたいな感じになってます。そしてそのライブが見れるステージの近くのエリアが2つに分かれてます。で、一つがライブエリア。まあ、前の方はライブエリアになってて、まあ、ここは普通に立ってライブを見るみたいな感じになってます。で、その後ろのシートエリア。ここでは、レジャーシートを引いたりとか、割とゆったり見れる感じになってるんじゃないかなと思います。で、そのライブエリアの方では、モッシュとかダイブとかそういうのは一切禁止やし、タオル回しも今回、ライブエリア、シートエリア両方で禁止になってます。多分アーティストはそのぐるぐる回す、タオルを回す曲とかはやれへんと思うねんけど、合流するときにさ、こっちにーっつってさ、タオルぶん回すとかそういうのも、ちょっとやめていただきたいなっていう感じです。そして、ライブエリアはスマホも禁止です。多分スマホ使用禁止って書いてあるから、そのステージの写真とかも多分撮ったらあかんっぽいから、皆さんその辺はね、ルールをしっかり守ってください。あと食べ物の持ち込みも禁止です。なのでご飯食べるときはもう抜けて、ご飯食べるエリアに行ってください。でもなんかトイレが、これ仮設トイレとかがなさそう。この敷地内に併設されてるトイレだけっぽいから、トイレの数がなんかすごい少ないなってこのマップ見て私は感じたから、結構トイレ行きたくなる前に、ちょっとそろそろトイレ行っとこうかなぐらいでトイレは行った方がいいかな。で、このシートエリアが割としっかりとスペースが取られてるから、まあ、なんか後ろでゆったり見たい人は本当に多分快適に見れるんじゃないかなと思います。逆に前のそのライブエリアが思ってるより、私が思ってるより狭いから、すごい争奪戦になったりするのかな。先話した前方エリアの話やねんけど、このマップを見る限り、ライブエリアっていう一個のカテゴリーの中に前方エリアがあるのか、それともこのライブエリアっていうところが前方エリアなのかは、ちょっと読み解かれへんかってんけど、これはどうなんやろ。このピンクのさ、ライブエリアっていうゾーンが全部が前方エリアやとしたら、前に行ける人
他のフェスとかに比べたら結構少なくなっちゃうんじゃないかなと思うので、一回抜けちゃうとトイレとかで一回抜けちゃうと入られへんかったりするのかな、どうなんやろ、もっと前方エリアがすごい絞られてるのかどうかがちょっと分かれへんねんけど、っていうのはちょっとこのマップ見てすごいそこが一番引っかかったかなっていう、まあ、注意事項というかそこがどんな感じにな、今年はどんな感じになるのかがちょっと分かれへんかってんけど、まあ、その辺はちょっと現地行ってから皆さんが確認してほしいなと思います。ごめんな、ちょっとこのマップじゃマジで分からへんかったわ、マジでごめん。この会場にはサテライトブースのアイパークススタジオっていうものが登場します。このスカイジャンボリーっていうフェスが FM 長崎っていう長崎のラジオ局が主催してます。転換とかの間の時間とか、なんかいろんな音楽を流してくれるらしいです。あとなんかメッセージ読まれたりとか、なんか公開ラジオみたいな感じになるのかな、なんかそんな感じのメイン DJ がいてみたいな、そんな感じになるので、 FM 長崎を聞いてる人は、あ、この声聞いたことあるみたいな人がいて、え、この人ってこんな顔やったんやっていう楽しみ方もできるし、私結構なんかFM802 のさ、主催のライブとかイベントとか行くと、この人こんな顔なんやとか、なんかそこでテンション上がったりとか勝手にすんねんけど、まあなんかそういうこともあるから、なんかご飯食べるエリア、飲食ブースのエリアにすごい近いから、チラッと覗いてみるのもいいんじゃないかなと思います。当日ハッシュタグ SKYJT でつぶやくと、もしかしたらそのツイートが DJ の人に読まれたりとか、そういうこともあるみたいなので、リアルタイムでね、ちょっといろいろ楽しんでほしいなと思います。で、あとは、まあ、テントが張れるゾーンもあるので、でこのエリアからライブエリアが見れるかどうかはちょっと微妙です。ちょっと木生えてるから、なんか音は聞こえるけどぐらいの感じになるんじゃないかなと思うから、ほんまになんか拠点、なんか誰かが荷物バンしてて荷物置いてライブに見に行くとかっていう感じで使うんじゃないかなと思います。で、アーティストグッズやオフィシャルグッズもいろいろあるので、そういうのもね、事前にチェックしていくのがいいんじゃないかなと思います。このスカイジャンブリーは結構他のフェスに比べるとちょっとルールが割ときっちり、注意事項とかが結構びっしりあるから、みんなそれぞれ公式のホームページを一度読んどくのをすごいおすすめするかな。ステージが一つやから、まあ、移動とかそういうことがないから、まあ、体力的にはそんなにやと思うねんけど、すごい暑さがずっと込み上げてくると思うから、そこ暑さ対策もね、しっかりしてライブ臨んでいただければなと思います。結構激アツなメンバーが出てるので、みんなね、程よく暴れてぶっ倒れないようにしてください。ということで、皆さん楽しんできてください。マミでした。ほなねー。